では続きまして、デザイナーズコレクションになります。わせこれデザイナー4人の方がそれぞれ一つの花を選びまして、その花言葉をモチーフにされて衣装を制作されました。まず一つ目の花はラナンキュラスになります。はい、そして二つ目の花は椿になります。三つ目の花はジャスミンになります。そして最後四つ目の花になりますがネリネになります。続いてはデザイナーズコレクションです。デザイナーがそれぞれ一つの花を選び、その花言葉をモチーフに衣装を制作しました。それぞれの花が織りなす美しさ、華やかさをお楽しみください。ここで今年のワセコレデザイナーを務める4人のワセ女と、選んだ花、その花言葉、そして衣装に込めた思いをご紹介いたします。教育学部1年高見優奈さんが選んだ花はラナンキュラス。ラナンキュラスは幾重にも重なった明るい花弁が魅力的な花であり、その見た目から花言葉は華やかな魅力。その魅力をイメージの違う2色を使ってそれぞれ表現しました。工学部4年磯島優美さんが選んだ花は椿。椿は光沢のある濃い緑の葉を持ち、紅白がその美しさを増します。赤の花言葉は控えめな素晴らしさ、そして白の花言葉は完全なる美しさ。モデルの魅力がさらに伝わるように、また椿の花言葉である気取らない優美さを表せるよう形にこだわりました。教育学部3年大山美香さんが選んだ花はジャスミン。ジャスミンは美しい花と香りを持つことから神からの贈り物とされており、その花言葉は乙女の香り、愛らしさ。キラキラと光に透け照らされるドレスとジャケットにこだわりました。文学部3年水野愛理さんが選んだ花はネリネ。ネリネは花弁が宝石のようにキラキラと輝くことからダイヤモンドリリーの名で親しまれており、その花言葉は輝き。またもう一つの花言葉であるまた会う日を楽しみにを表すため、もう一度見たくなるような印象的な布と華やかなドレスの形にこだわりました。以上4つの花言葉をモチーフにデザイナーが思いを込めて衣装を制作しました。それぞれの花を体現するモデルたちの可憐な姿に注目です。それでは参りましょう。Get down!